みんなのピックアップしたマイベスト10も見たいから、ツイッターにあのよかったらねスクショをいただけると嬉しいです。はい、それでは私のベスト10を選んでいくんですけれども、あ、すごい、もう対象キャラ選ぶってしたら選ばさっちゃうのかな。ちょっと一回じゃあ掴んで所持未所持をやっていきたいんですけど、今の私の未所持のキャラが全部で15体、通常キャラ入れて15体、限定が9体持ってないって感じなんですね。でまず第一番欲しいキャラ、悟りが一番欲しいです。でもう8赤で悟り狙いで引いていきたいので、8赤全部悟り入れます。そしてメインは悟り、モスコミュール、キリンジ、バビロンは決まってるんですね。4体で1体愛でダッキちゃんを入れようかなっていう愛枠でも、これで5体でしょ。で残りの5体を決めたいんですけど、こんな感じで、まあ、劉邦とかも持ってないし、王将くんとかも持ってないんですよ。だから未所持狙いでいくか、ラック高めるために、あとピリカとかも持ってないんで、その辺も狙っていくかってところだよな。まあ、未所持かな、やっぱ選択していくか。選択画面も早く見たりしてることで選んでいきます。いきます。あ、こんな感じで選べんだ、限定すごっ。それで卑弥呼があと1体で運極とかなんですよ、確か90になってるけど、多分あと1体だったはず。あと2体か、90だ、間違えた、この間引いたの合わせて90だ。持ってないところ狙っていくのが安牌かな。やっぱ悟りは入れるでしょ、キリンジ、悟りキリンジ入れる、王将くん行くか、でバビロン入れる、でダッキちゃん愛枠、通常の持ってるのすごい見やすいな、これめっちゃわかりやすい。あと5体か、持ってないとこ行きたいけど、そんなに急ぎですごく欲しいみたいな。あ、そうだ、モスコミュールは入れたくて、光は持ってんだな、全部持ってない限定で行くか。いいか、6体目、ダルタニャンは持ってるんで、 UFO を7体目、8体目、でウリエルも入れたいみたいなところはある、9体目。でも来年のことを考えてガブリエルのラックを上げるっていう選択肢もあるんだよな。来年はガブリエルの年になるんじゃないかなと思うんで、まあでもそしたらまたルシファーみたいに確率高いガチャ来るかな。ラスト1体、解体新書とかにしようかな。ラック高いとこでいくか、いやーマジで迷う、ちょっとウリエルにしよっか。いや、ガブリエル選ぶのマジでありだと思う、ガブリエル選ぶのマジでありだなって思ってるし、白状でなんか勝手に選んじゃった、マジで思ってるし、来年のことを見据えてね。でも確率高いガチャが来年また来ることをもう考えるんだったら、まあ今じゃなくてもいいのかなって気持ちもする。解体新書にするか、ちょっと頼む、これでいきます。え、これどうやって決定するの。あー、これだ、半分闇属性、一体だけ愛がいるな。じゃあダッキーを一番最後に持ってきたい。よし、じゃあ引きます。悟りお願い、悟り来てほしい、お願いします。悟り、いやありがたい発言。でも一番最後の迷ってた1枠一番最後の1枠だったな。まあ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 、あるよねこういう欲望が丸見えでした。ああ、なるほどね、ありがたいですね、無料でありがとうございます。次、まあ4枠あるんで、私あのこの4枠というか、よくめちゃめちゃ使ってる4端末で悟りが欲しいんですよね。よし、じゃあ行きます。2赤目、8赤あれば悟り出るでしょうっていう気持ちです。悟り、キリンジ、メモリー、モスコミュール欲しいな、モスコミュール、ハーストあと5体、シャルルマーニュ、そうだな、正気ちゃんという選択肢もある、バビロン、未来を信じて切るユア、シャルルマーニュ、あと2体、ああにゃんこちゃん、もののけ少女にするか、ダッキにするか、ダッキ1体いるからな、もののけ少女にしよう、
ダッキーアイということで、アイ入れてこう、これでいきたいと思います。いいな、豪華だな。やっぱメインの時より限定が多いからなんか豪華。後半の方が当たるのかな。もう一回これで引いて検証しよう。いきます。はいはいはい、まあ、今年のキャラということで、ね、ありがとうございます。スーパー強いところが来ますように。そういえば私の背中にディビジョンに切られたような点線が未だに残っております。幕張の舞台から落ちた時の切るは可愛いですね。マイベスト10ガチャいけます。ちょ、悟りきり一旦選んで後で順番変えます。悟りきりんじ、メモリー、モスコミュール選ぶか。モスコミュール限定の方がやっぱいいな。ガブ持ってないからガブ入れようかな、来年のために。とラルルマーニュ、キルユア、クザリッパー、シュレリンガーのラストを何にするか。ワタツミという選択肢、ワタツミにしようかな。魅力強くないっすよ。まあこれでいくこ、バビロンにしようかな。やっぱワタツミやめてバビロンにしよう。これでいきます。お願いします。選びきれんよね。え、限定確定だ。じゃあまあでも10分の9限定だからバビロン、いいよ、かわいい。髪の色と目の色がめっちゃいい。いいよーバビロン。ただ一番狙いの悟り出ておりません。まだいきます。悟りキリンジ、まずここはそうなのよ。悟りキリンジとモスコミュール、ショットク大使、ジャックザリッパー、シュレリンガ、あと3体、ガブリエル、来年見越してのガブリエルと、キルユは入れちゃおう。龍鳳にしようかな。よし、じゃあこれでいきます。いけ。悟り、お願いします。悟り。お願いします、そろそろ。4回目の、4度目の正直。悟りちゃん。龍鳳なんだよね。マジで最後に選んだキャラ出がちな気する。ちょっとジンクス。今はこんな感じです。オニモル、ミューズオニマルはあれですね。ジャックザリッパーとかオーデンタミッちゃんも欲しいけど、ね、これでいこうかな。これで、あ、ソロモンだ。ソロモン欲しいな。これでいこうかな。こちら、よし、いきます。 50% 光、マジで光多いんだよな、欲しいやつ。おあ、全部発言。わお、みっちゃん、いいよ、強くなった。これでまた格段に、どれが出ても当たりだからな。ただもう悟り欲しい、マジで悟り欲しい。いきます。じゃあザコエルの番です。ザコエルは役もミューズ、ギルユア、シャルルマーニュ、モスコミュール入れるの忘れてた、そういえば。モスコミュール、聖徳太子力、シャヤも入れとくか。と3体で8番目にサトリね。シュレディンガーと1体バビロン、ここにします。サトリ、はい、一旦ね、一旦確定演出入ってこう。8確率だけ、マジ？おー、シュレディンガーの猫ちゃん、サトリちゃん。はい、それではついに7日目、私が欲しいサトリは一向に出てくれませんが、もう素直に1番で押していこう。
サトリキリンジメモリーモスコミュールファーストで5体。ミューズジャックザリッパーキルユアシャルルマーニュールシファーだ。はい、サトリお願いします。7度目の正直。シャルルマーニュ。あ、花火演出来てた。シャルー福玉も引いちゃおういきます。それではマジラスト、スーパーサブユミです。スーパーサブ君は役もキリンジ、サトリ、メモリー、ルシファー、音ない、はい、ラッキーいくか。ガブ持ってないからガブ、ミューズ、シャルルマーニュ、モスコミュール。シャルルマーニュとモスコミュール似てない。いやー、ラプラス、ラプラス、鬼丸だ、鬼丸にしよう。よし、いきます。これで唯一悟り持ってるアカウントなんですけど、もう君に2体目を託すしかない。他の子で誰も出なかった。頼む、悟り運あると信じてる。嬉しい嬉しい。ルシファー持ってなかったからね。いやー、悟り出なかったなー。8赤引いて悟り0、全部悟り入れて。まあそうか、そう甘くはないよな。8赤引いてるけど10分の1だからね。結局はずっと10分の1を外していってる。なんか未所持だから選ぼうと思って選んだ10体目とかが出ると、うん、嬉しいんだけどみたいな気持ちになるね。